佐藤忠持安政4年8月9日は、江戸時代後期の画家。本生は藤原、通称は李三郎、号は南袋、北名。江戸で、春木南子、谷文長に、絵画、元織田兵に国学を学び、山陰道、瀬戸内地方を遊歴しながら活動した。浜田屋兵鉱石図社立兵出身者所蔵、三木。 佐作氏領祖出人の図大八小田原征伐で、豊臣秀吉の越兵を受ける戦国秀久軍。上田市立博物館所蔵。宝浮世又米津ベー倉敷市立美術館所蔵。文化六年、竹谷貞吉の三男として生まれた。文化十一年母が死去し、父により、江戸は座ブ前福寺門前のおじためやすぐえ門、生息法に預けられ、七行の下働きを行った。 すぐえもんの援助のもと、春木南古宅に住み込んで画業を学び、南古から南寺を継承して南袋と合した。また、元織田平に国学、武家古術を学び、太平を通じて杉原高喜、三かな儀教家府市と知り合った。天保元年頃おかげ参りを行った。その後、南古に上達の見込みがないとして、天行を進められ、谷文長門に移った。 波紋には、気の多い性格が、武家出身の南湖と合わなかったこと、南河から北河に関心が移ったこと、尊王論への系統が、危険視されたこと等が考えられる。文庁に指示する傍ら、浮世絵や、石山寺縁起絵巻、平時物語絵巻、上安御節絵、天狗宗師絵巻、法年商人絵伝、年中行事絵巻、聖願寺縁起絵巻等の絵巻物、 修行十種の肖像が党の模写に励んだ。また、麻井も笑い坂の絵師生田北名に奉公し、晩年自ら、北名へ、家村と合した。蘭学にも傾倒し、文長の皇帝、渡辺火山と、信仰した。天保十年番社の極で、火山が咎められると、類が及ぶことを恐れて一時金行に避難した。江戸では菊池泡宮尾、立原安図書、高雲や 深川元春、くぬぎ帝子ととも交流し、天保十年春には、極帝馬金と知り合った。天保十一年五月中仙道を通って、京都に登り、神話の舞台を実地調査するため、稲葉国を経て、八月出雲国広瀬に滞在、岩見国浜田等を有歴した。ついで、文朝の養孫、谷文一の出身地丹後宮津藩に赴任し、天保十二年頃、 小林信安と単語国各地をめぐって、丹歌不死の挿絵を手掛け、8月10日三皇宮、日吉神社を訪れた。年末頃、斜氏、巻正成宅に住み込んで変額を手掛けた。天保14年3月12日、正成、泉玄道と京都に出て、吉野で、花見、伊勢神宮に参詣し、4月14日帰宅した。 天保15年6月25日中軍峰山に移り、高歌2年夏、合壁横島清和家を表した。8月までに、木の先に移り、湯島板屋に滞在し、伊豆市藩の依頼で広告が使を表した。冬、池田聖之助の招きで宿南村聖景書院に池田総案を訪れた。高歌3年、池田関一郎の招きで姫路に移り、 お年を待町菅原千女方に滞在し、海営2年頃、大阪に追放されていた、市川團十郎と交流し、古典、夕食古実を教えた。海営2年ことひら山入りのため、佐の帰国に渡り、4月から10月まで、こと内町、小島屋に滞在、同町よ、島屋吉右衛門方、野々口高正と札の前町新館根関家にも滞在し、丸亀方面にも旅行した。 備中国倉敷に渡った後、佐抜に戻って、白峰須徳天皇御陵に参拝。嘉永五年頃高松で木村木老と面会した。間もなく倉敷に戻り、備前国福山に招かれた後、直島に戻った。直島から三宅現在門と共に再び、佐抜を訪れ、高松で木老に再会した。この頃一度大阪にも出ている。 安政元年頃倉敷に戻り、石坂就労方に滞在し、野々口高正、鈴木重種を介して、大阪や源之助の世話を受け、千億党へ門等と交流した。裁判年には縫いや、千四郎の離れ、座敷に女中と暮らしたが、千、四郎や妻子を無遠慮に刺激したため玄介が苦情を受けている。持病の治療費がかさむ中、記号で得た収入を両手がゆいで散財し、 倉敷大官、笹井貞十郎に睨まれた。大阪への出店や江戸への帰郷を考え、貯金して、養子を探していたが、安政4年8月9日死去し、十日誓願寺に、葬られた。同時には、貯金をもとに、就労死、和栗を重み明らがき、北明沖菜の墓が建てられ、残金は寺に奉納された。法名は聖誉誉れ北明清志信寺。 諸清春の父清春は、泉玄道の子で、若年を、牧家で過ごし、牧正成の妹っぽうの夫もろ生の養子となり、与佐郡岩滝木村男山いた列やわた神社神職を、務めた。林誠一所像の正し持ち関係資料はひ後林玄十郎の長男の三男、植田昌三郎から、倉敷市立美術館に寄贈された。こういう、渡辺火山と画風が似ており、 火山室として流通したものも多いと言われる。合壁横島製和家大住追保、校長が子倉らし騎美術館所蔵。六尺男で、顔には白ナマズがあり、鼻が高く、早口だった。興味を持った話は一度聞くと生涯忘れなかったが、取り留めのない話は全く記憶しなかった。書が不得意で、無双の悪筆を自認した。広く、名家と交流し、 極低バーキンに、ところ走り回り好友人と評されている。弁は立ち、しばしば人前で、軍団や落語を披露した。人の美徳を説くことを好み、教格、裏の戸を教えさとして、正しい道に導いたことがあった。酒を好み、生活は乱れがちで、晩年は眼病を患った。深川元春里は持病を、変形間欠熱と診断されている。 高下四年姫路で禅光寺自身の方に接した際、人に仏を信じて、はるばる禅光寺に戻れてこんなこととはどういうことだ。と聞かれ、仏教では前世の合法といい、儒教では天命といい、神道では活日人の仕業といい、旧理学では地球の自転のせいと言われるだろう。と分析した上で、僧侶、観学者を非難し、 神道を最も尊重すべきと主張している。昭和18年岡山県紙芝居連盟により、ただしもちが覗きからくりをもとに紙芝居を考案し、校長菓子を紙芝居に仕立てて、街頭で公尺し、尊老上一層を広めたとする説が報道された。この報道の根拠は不明だが、校長菓子は、場売の内容が独立していて連続した物語となっておらず、 仮に公尺が事実であっても絵時の息を出なかったと考えられる。昭和33年には、紙芝居カエルの会により、ただし持ちが江戸から逃れた際、狂言師から狂言を習得し、舞台姿を絵に描き、疑枠にはめて見せながらセリフを語る、が狂言を行ったとの説が報道されたが、この説の転居も明らかでない。ありがとうございます。